誰でしょうか。わかります。どうぞ。これも使っていいよ。わかります。全部わかります。にょも使う。こんばんは。ヒントをくださいだって。おお、まこたんだって。まこたん、まこたん今日はほら今あじゃあスッピリのなんかスッピリがリフォーリだからさ、なんか顔が疲れ切ってる。リップ使う。保湿のリップを借ります。じゃあ保湿のリップ。もう疲れ切っているんです。僕は、僕疲れたね。僕疲れちまいまして。僕頑張ったね。これでいい。ありがとう。僕疲れたね。うん、お、充電が iPad なくなりそうだ。使えないのこれ。いいよ、私もだね。いや、うん、iPad の充電のコードは、ね、違うの。あ、そうなの、ね、これめんどくさいのだから。 AirPods はこれ、携帯はこれ。え、そうなの。そう、これはあれとか。あれか、タイプ C なのそれ。そうそう、パソコンはこれとかめっちゃ。え、あなたパソコン持ってんの。持ってる持ってる。ほらすごっ。え、いいな、学校で。そう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 、使う、大学で使う。良いですね。誰かといるのだって。わかんにゃん。30分くらいします。おすすめしておきました。そう、わかながね、このアイロンをおすすめしてくれてね。うん、買った。おひさーだって、おひさー。そういえばさ、リノのコラボ配信後からショールームした。あ、そう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 。明日。あ、分かった分かった。懐かしい、コラボ配信この前したもんね。そうよ。こんばんはだって。こんばんは。今日は一緒に焼きそばと焼きそばとアイスの実とみたらし団子を食べました。イエーイイエーイ。幸せ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 やー。思い出してあのボートハウス出てほしいな。上で今別にティーチじゃないけど、誰目線の前に。寂しいのよ、この人が公園にいないと。そう、いないんだ。もうこれからさ、 K4 と H で別れちゃうからさ。そうだよ、朝ドラで集合だとりあえず。やばいよね、今さ全部一緒だったじゃん今まで。そうよ、スケジュール一緒だったもんね。マジで一緒だったからさ、なんかもう大丈夫かなって感じ。リノは友達を作ってください。友達作る。あかりちゃんもいなくなっちゃうし、ね、そう、赤あかりもいなくなっちゃうじゃん。かなりピンチよ。赤あかりとさ、うん、若菜とパレドラが3人で揃ったら、そうそうそう、髪型をね、まるまるにするってね決めてるんだけどね。マジでない。ないよね。最近6期生で撮るよ私。そう、また新しい子出たね。そう、おばちゃんでしょ。これ毎回出てるからさ、そしたらさ、え、どんどんさ取る確率がさ、うん、減って。そう、うちらのポジション全員来ちゃったよね、新しく。どんどん来た。うん、やっぱ子供たちはさ似合うから。尻尾が似合う。え、いつかさ6期6期バイとかでさ やらされる時の気持ちとなって感じせん。だって今度赤あかりがなんかかわいそう。そんなのがあるかもしれないと怯えてた。そんな絶対気まずいんだが。でもまだ赤あかりは高校生じゃん。え、違う、俺とかさどう思う。だから俺だったら美咲ちゃんとゆいなとやるんだよ。選手の尻尾。確かにゆいなちゃんと一緒でよかった。どんな気持ち。俺どんな気持ち。私美咲ちゃんといぶきとですら気まずかったからね。あ、そうなんだ、うん、
なんか前髪変だね。それですら気まずい。そこにまた新たな、やばいよね。だってさ、なんかさ、やっとさ、この前さ、その、うん、ゆいなだよが初日のさ日の DMM を見たのね、うん、そしたらさ、なんか自分がいつも着てる衣装をさ、そう、ゆいなだよが着てたさ、犯罪を犯す気持ちやばい、なんか怖かった。で次の日のさ尻尾でさ、えめっちゃ詰められてたもんあとギチギチだったね、うん、で靴もゆいなサイズになっててさ、うん、みたいな。あとりのはね、ある日ね、いつもマーメイドがピンクだったけどね、一日ブルーの日があったの。そしたらりのがね、衣装さんにもメイクさんにも全員ね、りのりのの服がブルーになってる騒ぎだね騒いでたね。そしたら次ピンクに戻ったよね。戻った戻った、ちゃんとごめんねって言われた、うん。でもあの日ひじりがピンクだったんよ。そうひじりもやがってたよ。そうだからひじりがいつもりのが着てるピンクがひじりが着てて、だからりの先にめっちゃ早く衣装着替えちゃったから、着替えなかったらあのピンクがりのだったんだけど、うん、あの子首締まるよそれ。危ない危ない、危ない危ない。何色が好き？グリーンか濃いブルーか。グリーンなんか何だろうかな。でもいつも緑で、えマジで、うん、緑首つまり衣装なコンボえ黄色もあるよね。着たことないと思う。ずっとあオレンジだっけ、なんだっけ、うん、黄色黄色、ピンク青黄色緑4色、うん、絶対ピンクがいい。黙れよ私の異常さんにさ、森ちゃんにピンクお化けってピンク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 、うるさい、ピンクお化けって言われ、ピンクじゃないと文句を言うんだけど。あのさ H のさ名札のさ衣装ラックの名札がさあれピンクじゃなくなるんだって。えそうなの。だからそれにさ H をピンクにしてください。 H は緑だそう、メイドリ緑になるらしい。私青だ。じゃあうちら研究所だったからピンクだったんだよね。えそうなの、あれ H ピンクじゃなかった。そうやったっけ、うん、研究生の色がピンクで初めそうだったよね、うん、なんかでも H っていうの赤かと思ってた。私もなんか強いさ、うん、ドーンとしてさ色かと思った緑だった。研究生に戻ればりのちゃんそらピンクになるよ。研究生です。やだやだ、もうね研究生は長かったね。そうお腹いっぱいなんだよお腹いっぱいもう大丈夫、もうねいいよもう大丈夫私がさ目撃者に出たいって言ったの、うん、そしたらね研究生を優先するから、あの研究生になるんだったら出てもいいよって言われて、うん、うんと思ってしまう。ちょっと大丈夫まずいな、ちょっと平気かな、あります、ちょっと平気かな。どうしたどうしたどうした、もうどうどうしたの、ちょっと出たいのかな、トイレかな、うん、トイレマロン、おいでよ。いるよいるよ、何だったの自分のステージ。よいしょ、これもあ一緒に買ったっけこれ。そうよそれ一緒に買った。えあんたもうリファの回しもんじゃん。やばいよね。だからもうこれ、でもこれがクリナのタンプレでもらったせクリナ私もあやばい、クリナの誕生日プレゼント買わなきゃいいの。一緒なんか買おうやじゃん。もう買うの決めてたんだけど、一緒に買おうじゃん。私はクリナになんかつけてほしい化粧品を選んで、ね、なんか難しいお題を言い渡されて、すごいやっぱディオールかなってなったんやって。え絶対違うのがあるもんな。クリナって結局ディオールをさ喜ぶんじゃないかなと思ってしまう。分かる。でもさディオール全部持っとるやろ。そう持ってるから、だから違うもん。今はね、うん、お風呂系。お風呂系、いやでも買ってないよ最近。お風呂好きやもんな。ちょっと汗かいてるから全然前髪って前髪ただこれ使えな。何でもありますねこの家、うん、もうね普段使うものここに置いてる。やばい1ヶ月過ぎちゃう。確かにそう1ヶ月過ぎるのよ。やばい天神に行ってなすぎて今月こうあ買い物に行ってない。私も買い物行かなきゃいけないし服買わなきゃいけないの逆に、うん、でもすぐそんなこと言ったら3月のオンラインが始まるよ。オンラインは出るでしょ多分ね。ちょっとわかんないけど、うん、何も知らないよ。何も知らないの、うん、言われた通りのこと。じゃあ卒業しないね。あ
卒業しないね。私のさカレンダー何も予定が入ってないね。スカスカ、うん、でもさ本当にさ1週間後が分かんなくない？いやすぐ分からんよ。明日のことも分からない。明日は分からない。確かに前髪切ってないのになんか短くなっちゃった。クリナの梨が食べたいです。だってダメです、全部僕たちのものです。でも分かんない、本当にホームページができて販売されるかもしれないから。え、でもちなみにめちゃくちゃ美味しい。本当美味しい。なんか今まで食べてきた梨の中で、うん、私梨嫌いやったけど全然食べるなあった。マジで美味しい。しかも大きいの。そうよ、みずみずしい。マジでかい、美味しい、味濃いし、なんか本当にね美味しいの。そう、愛があるよね。そうよ、なんかねよくよう分からんけどうまい梨なんだよ。あそこの梨。いや美味しく育ててんのよ。なんでか分からんけど美味しく育ててマジで美味しい。そうなんか美味しいんだよね。美味しい美味しい。皆さんもぜひに。ありがとうございました。こちらだってさ、この前セットの時さ自己紹介でさ温泉しいたけ梨かぼ梨かぼすすごい語呂が良すぎて笑ってしまった。うまいなあいつって思って。そういう名前の由来まで答えられなかったの。それ梨の梨って言ってるだけだからって。そうだよね、だから梨って入れたんだよね。そうかわいい。やっとこれからね聞けるか。そうよ、なんか私はもしかしたら平和農家かもね。いいな梨。なんかね卒業会じゃないや、クリナの生誕祭がすごくてね、うん、クリナ生誕祭の時にそもそもクリナからチーズケーキか、ガトーショコラ、ガトーショコラのケーキとつぶらなかぼす、みんながいつもやるつぶらなかぼすと、あといちごもあったよね。そうあんなってしまった。見てみんな一瞬ほらかわいいね。お膝に乗ってるの。いやー写真撮っちゃおう。かわいいよ。かわいいですね。さすがにかわいくない？ボタンかわいい。我が家のフィルムカメラに撮ったらそれ盛れるのよ。だこれ課金した私。課金した？私フィルムカメラをさ始めたかったの。でも高いじゃんフィルムカメラって、うん、これでよくねと思ってしまって。ってことに課金した？うん。やばい、今若菜がいなくなったらフィルムカメラのそのアプリも撮ってくれる人いなくなる。そうよ。友達を早く作りなさい。本当に友達を作らなきゃ。若菜がさよく最近イノがインスタ載せるフィルムカメラの写真は全部若菜。そう、あ俺がアプリで買いました、うん、全部若菜。お金がないから全部アプリ。高いのかなやっぱフィルムカメラ。赤があった。赤ばかりがでも買ってたよね。1000円で買ったんですよね。1000円。でも違うフィルム、最初にカメラを買ってもフィルムのお金も払わなきゃいけないし現像代も払わなきゃいけないし。あ、ね、高い高いと思う。高いね。これはもう1000円くらい払えば使えてしまうのよ。かわいい。え、1000円も払ったん？まこたん、わからのストーリーに乗るよ。まこたんです。あら、まこたんかわいい。ちょっとまあボサボサだけどね。かわいいですね。でもね、フィルムカメラ今めちゃくちゃ流行ってて、若あかりもそれこそ始めたし、ゆえるちゃんも持ってるよね。持ってる。あきさんがあれもうまいし。フィルムカメラ持ってますだってください。でもいつもさマネージャーさんがさ下手くそでさ大変そう。リセットの時マキさんずっと、うん、レンズに指が入ってる。さくらさんがさ運動をしているじゃないか、うんうんうん、それがさすごくさうわ始めたいなと思ってしまったの。わかる。でもちょっと被写体がずるいね。撮りたくなるよね。うん、それはそうなわけ。すごいなあ。映えとるもんね存在が。うん、昔は安かったけどフィルムカメラが減って高くなったんだって。だからその今はもうデジタルだからでしょみんな。うん、でもデジタル持ってるよね。もあるよ。あれかわいい。あれ歌って画質がいい。めちゃくちゃ画質がいい。でもね最近はねフィルム系のね、うん、画質の感じのやつがね、うん、
インスタに投稿になるのが好きでね、撮ってあげちゃうよ、何でも撮ってあげちゃうよ。だってこれもマネージャーさんに頼んで撮ってもらった。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そういうこと。僕これもねマネージャーさん撮ってもらった写真だしね。そうよ、これもねハウステンボスだな、ハウステンボスの時撮ってもらったしね。撮りました、うん、これもそれも撮りました。キジルとサニー撮りに行ったよね、ハウステンボス、うん、これそれも撮りましたし、これもそれも撮りました。これこれこれでもこれはプライベート普通のヒント、でもそれ以外ないか、絶対分かる。この写真はねこれここに載せてるでしょ。あ、ここに載せてるでしょ。まだ3年やってんの頑張ってる。リノ今偉い偉い偉い、ほらあこれは違った。でもここにいる。だから通称はほとんど分かんのとかしかない。あんな通称と撮らないよねうちら、うん、でもあれ載せたいと思う。どれだどれだ、イルミネーションとか朝昼のが可愛いよね。うん、ラブ FM の時だから。はいはい、あ、まこが見てください、かわいい、のんびり寝てしまった。これあ、それね、うん、これ乗せたい。鏡難しい。そうなんです、身近にカメラマンいるやん。だってソワキさんのねカメラは、これなんだっけ、なんかで疲れてる、それなんかあったね、なんかで疲れてる日のりの。なんで疲れてんだろう、なんてだろう、特に何もなかったと思うけど、普通に疲れたかな。ねえこれここをさ今消したらどうなるの。来た来た来た、ここ、あ、そしたらその下しか影響ないよ。あね、うん、っていうのはね、インスタ上手だけどインスタの計算ができないんだよね。そう、なんか一個ね、例えばね この投稿、これはねあれだ、例えばね、なんだろう、この投稿を消したいなと思ったらね、ここがねどういう風に動いていくのかね計算ができなくてね、3連をねするときが難しい。うん、でもハウステンボスの日リノ可愛かったよ、この前の、うん、なんかお姉さんハウステンボス行こうよ、ハウステンボス行こう、寒いかな、寒い、普通に3回乗りたい。え、乗ろう、楽しかった。3回マネージャーさんと一緒にさコーヒーカップのやつ乗ったからさ、うん、彼氏目線とか言ってマネージャーさんの動画撮ったけど絶対誰もいらんなと思って誰にも送ってないまま時が過ぎて、乗せんな。みんなもマネージャーさんの彼氏目線欲しいですか、乗せんな。え、自分が映るのが彼氏目線ってこと。違う違う、俺がマネージャーさん、俺がマネージャーさん一番いいの。あ、そういうことね。いやないね、それはみんな喜ばん。確かわいそう、めっちゃ顔バリだと思う。でもさ、違う、上手に撮れたのよ。あ、こうやって撮ったら普通に動画撮れるんだと思って。ちょっと待ってね、あれはいつだったっけ、ラブ FM。 うん、あ、見て、あ、ほんとだ、上手に撮れるのこれ。ほんとだ、うまいね。いいか、めっちゃ撮りたいそれ。なんだ、タイミングに行こう、行ったらこれで撮ろう。2月だね、ブレるからさ、後ろの人も絶対映り込まないしさ。3階建てのメリーゴーランドにね、そう、こんだけ一人の写真撮り放題だった。でその時にニノがさコメントするさ役でさ、そう、なんでだろう、ニノがさそのなんかハウステンボスのその、メリーゴーランドの乗車した感想を言う人になぜか選ばれてて、でテレビのカメラマンとかいっぱいいて、そう、記者会見みたいな、記者会見みたいな感じのやつだったから、若菜にねめっちゃ相談してたよね、うん、ね、そう、最初さマネージャーさんにめっちゃ釘刺されてた、ちゃんといいこと言えよ、うん、そう、ふざけるとこじゃないかなみたいな、おもろいこと言わなくていいから、オチだったんでね、しかもね、そう、最後3人目だったから、ね、見て、うん、大人から子供まで楽しめる、おもろ、こういう写真しか載せられない写真ばかりです。あ、ごめん。今もう携帯がねえ。お腹いっぱいだぞ。面白い。昔の写真って面白いよね。何や、面白い。変な写真しか。あとやっぱりすぐ仕切るクリナ。本当だ。お店でも。その時。
え、この前どこかと。あ、この前ね。リは来ないんですね。リ帰ってしまいました。マジでおもろ。いや、長崎ランタン、ランタンフェスティバルがやってるだって。え、ハウステンボスで？わかんない、ランタンなんかな。行かなきゃ。行きたい。あれでしょ、ラプンツェルみたいなやつでしょ。そんなの行かなくちゃ。行かな、行かなきゃ。行かなくちゃ。難しい。そのちゃ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 、わー、なんか今インスタの振り返りをしててね、うん、黒髪の自分が若すぎて。見て、え、すごい、やばくない。え、ハウステムじゃないんだ、すごいね。これ行かなくちゃ、すごい。あれ行きたい、あの中華街。まあお父さんと一緒に行った。あ、すいません。でもね、なんかお腹いっぱいでご飯食べれなかったから、美味しいご飯食べた。え、3年ぶりだって。うん、行かなければ。あ、中華街でやってるってよ。あ、そうなんだ。あ、じゃあ長崎駅らへんじゃない、多分。じゃあ佐世保じゃないってこと。長崎、うん、長崎市内だよ、だって。いいじゃん、めっちゃいいやん。いいやん、横浜に行きたいんだよね。いいやんけー。はなちゃんがアスレス証拠です。あ、そうなんだ。ふむ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 、すごいね。え、私さ、4月1日のコンサートで眠くない？やばい。それがさ、リハ期間が本当に。そうよ、リハ期間マジ寝てるからごめんね、みんな。みんなが頑張ってる、なんかないし、その日東京だからさ、なおさらさ。そうよ、出るよ。え、でも全然出るよ。全然出るよ、台湾じゃん。出るよ、全然出るに決まってんの。全然出て、全然、あの現地集合、現地解散でいいから、ね、いいから通うね。やっぱ信じられないんだよね、それで、うん、見に行くしね、全然。全然、それ、そのもうすぐじゃん、だって卒業いつ、24が卒業公演だから1週間くらいね。したらもういないんだよ。そうよ、1週間後にさ、コンサート見に行くのやばくない、うん、来んの早すぎじゃない。早すぎ、全然行くね。行くね、全然行くよ。アイアンの曲さ、多分1回くらいしかフル、あのフルメンバーで披露してない。ね、もう私いなくなった。確かに。リの入りやんだ。あ、そこに難しい。うん、簡単。簡単。うん、多分。肘の手を持ってこうやってギコギコするさ。なんだっけ、どんな曲だったっけ。クラクション。ああ、クラクション。でもリは絶対チーム曲の方が好きだもん。あ、そうね。もっとできる、今よりももっと。もう早めっちゃ経ったね。ビーバーありがとう、ヤスさんもおしるこありがとう、キロちゃんもありがとう、ニシプもありがとう、アイリアパパもありがとう、ナルちゃんもありがとう、吉田さんも、ジンタロウさんも、トールも、トモキくんも、てっちゃんもありがとう。グーカワー、何グーカワーって、これ。え、そうなんの、やばー。グーカワー、時代わからんわ。私また出るかな、元気だったら。グーカワー、フランありがとう、アオイちゃんもありがとう。ちくり、め、ドキュメンタリーなんか収録されてるの、あの、めっちゃいつの間にか。もうそれ初、タイトルももう発表されてる。そう、H の曲は青春フルスロットルです。発売ってか、それ言われてたのさ、知らなかった。全然私も知らなかった、この間だから今さ、あ、そうなんだ、青春フルスロットルです。フルスロットルの意味は何でしょう。調べる、知らない。ムック本も出るしね。そう、ムック本の日もさ、写真いっぱい撮ったんですよ、うん、
漏れとったねこの日みんな。はい、まこちゃん。自転車や二輪車などでドライバーがアクセルペダルを思いっきり踏んで、うん、フルスロットルバルを全開にしたことを言いましたってです。なので、ね、それの青春です。めっちゃ写真たくさん撮りましたねこの日は。え、その日可愛いから、みんな可愛かったよね。なんか漏れてたくないみんな。え、でもリノね漏れてなかった。え、あ、なんか言い方するからいつもコロネにした。アクセル全開、そう、アクセル全開です。リノはいつも通りコロネをしていて、コロネにしました。え、もうそれ写真は見れるのかな。え、写真が載ってないと思うけど、もう俺載せてもよくねって感じね。え、そう、それこそ若菜と二人で一緒に写真撮ったからね、うん、撮ったよ。私は体育館漏れしてます、これ完全に。え、体育館とかがさ、もうだってあの高校ぶりじゃない、あの時のリータちゃんの。なんかバレーボールが全然できなかった日ね懐かしい。私は三つ編みなんてしてしまいました。ね、してしまう、珍しいよねこの辺。好きね、いよりかなんかに撮ってもらったよね、そこ、うん。あ、これもそう、わしは、あ、そう、私カメラスマホ変えたばっかだったからさ、うん、画質がもうよきよきよきなんですよ。あ、これもフィルムの写真やっぱいっぱいある。そうよ、この時まだハマってるからね早いという話です。リノ、私が、私ね、ずっと課金するかしないか悩んでさ。ああ、ね、昨日の夜のノリで書きました。え、何が違うの。新しいカメラ。え、新しいのにしたの。あ、新しいのが生まれたの。この3分の1しか使えなかったんだけど、これも新しく出た子よ。ちょっと風呂上がりでも漏れるかな。それはちょっと難しい。風呂上がりですか。めっちゃなんかこうフィルムっぽい、ちょっとか、フロスかな。あ、あ、高菜は可愛いです。あ、高菜は可愛い、ね、え、可愛い、どれ。緑 D。 リュウが好きなやつどれだったっけ。え、リュウが好きなのが変わったんだよね。そう、モフモフが好き。昔好きだったのが、あ、昔好きだったのが、要はパキッとしたものがね、今までお好みだったんだけど、うん、それを変えて、ずっと私が好きなやつも覚えててくれて好きなやつって言った。リオのカメラがいいさ、はい、撮ってくれるんですよ。好きなやつ。こうやって、これはでも青いの、なんか色が、ね、でもさ、やっぱは、え、でもこれ可愛いかな。それは可愛い、一番これ課金してゲット。可愛いやつって課金なんだな。そうよ、世界は金なの。金、お金なのか。いっぱいね、買いました。ちんたろう、なつさん、ありがとう。こんばんは、だって、こんばんは。あ、すいません、めっちゃ髪が明るく見えるな、ここ行ったらね、あれじゃない黄色い照明。明るいか、これもやっぱ明るいね。うん、明るい。髪の毛で見る方が明るい、なんて言うと。え、ね、これ一人でいた方が明るいよね、うん。でもクリナと並んでショールームするとさ、変わらないのよ。髪の毛明るいよな。明るい。あ、これも可愛くない？可愛い、すごい。エモい、なんかエモくなるよね、なんか、ね、不思議だわ。イノちゃんの隣は誰ですか、だって。ワカニャンです。あ、ワコです。あ、村上ワカナです。いないます。じゃあ7時までしようと。うん、歌のはあはあは。でもこのうさぎさんで試し撮りよ。え、これわざと？これ知らない。知らないよ。知らない。何も知らない。詳しくないから。なんだっけ、いのさ、この日はさ、これが好きめっちゃ。その変なやつでしょ。うん、すごいかっこいい。何なんだろうね。これはパキッとしたやつ。あ、それはね、これね。え、それわかん、どれだろう。これめっちゃこの日可愛いんだよね。でもリナがさ、それさ、あの次のにハマった後じゃない。あ、違うよ、それパキッとしたやつだね。
見ればわかるけど。あ、これだよ。元祖元祖元祖。なるほどね。持ってる。あ、そうね。え、これもじゃあパキッと？それは違う。それは私の好きだったやつ。あ、リノが第2世代。あ、ハウステンボスの時にハマったやつ。はい。すごい可愛い。これでしょ？そうですね。このさ、うん、ランダム観光をあげたらさ、多分あれはで、光の輪っかみたいな出てる。あとね、あれが好きだったんだよ、リノ。あ、ほら、これを開けたらこの変な人が出てる。うわー、すごっ。今ね、髪の毛上がってる、上がってる。あげあげ、いつだったっけ、あれは色を変えれば夏祭りの時、夏祭りもこれよ、このだから D D よ、 D と U がね、クラシックに。うん、難しいよな夏祭りって。どれだっけ、夏祭りは8月だっけ、7月だっけ、あれ9月じゃね、あれ、あ、7月だ、7月、8月31日私いないもん、監禁されてた、足やん。あ、これほら、これ何でキラキラしてんの。あ、変なキラキラのフィルター間違えてつけて、私、これが可愛いのよ、これでしょ、これは何。あ、そう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 、これはでもこの、この、うん、いや、ね、これじゃない、この写真のね、話をしてるんです。これが、あ、それ可愛い、これはさっきの、さっき撮ったやつ。あ、やっぱそれなんだ。これが好きなんだ。それが好きなんだ。それとそれだね、うん。難しいね。これ何が違うのか分かんない。私はさ、これとさ、もう一個のさ、似たような名前のやつの違いがずっと分かんないままさ、適当に選んだの。何が違うか分かんのかね。ところで。分かんない。でもこっちの方がパキッとしてるよね。ああ、この日ね、あったね。これもね、うんうん、それ覚えて。あ、これもこれよ、それもね、好きよりの。これは好き好き。でもこの日はあっちも良かったんだよね。うん、そうそうそう、これでいいの、今、うん、今のりだ。あ、でもこれは可愛いよね、これ。うん、違う、あ、これ、あ、これね。やっぱちゃんとメイクした方がいいね。そりゃそう、スピンでも漏れる女になりてえなぁ。ビン漏れてる方じゃね、漏れてる方かな。思い出し笑いちゃった。昔のバカなのショールームショールーム、あれ見していい？いいよ。え、出てくるかな、村上やかなショールームね。私の人生で一番ブサの写真。いや、これ写真見るとしばらく笑っちゃうんで。あるかな、もう生まれてしまったかな。みんな見てほしい。マジやばい。マジで。早く最低一番。見えない見えないこれ。人の顔見て笑うなんて。3秒見ね。失礼なんだけど、めっちゃめっちゃ失礼。だってさ、こんな顔でショールームしてるのやばいよ。失礼です。そういう。保存すればいいんか。すんなよ。だから変ないっぱいリンクがしないって。バカなが初期の時に、そうそう、朝これ朝一配信、朝一配信してた顔まで。3 失礼失礼。2 1 しかもさ、ほら見て、顔死に、顔死なくて顔死んでるの。みんなね、多分村上やかなショールームで調べた方がいいと思う。いや、2番目出てくるけどね。そう、2番目出てくるの。ムカつくか、坂本龍のショールームで調べてるのに別に可愛い写真しか出てこんばん。これだ、これだけよ、わかな。いや、意外とショールームの写真は私基本ブスよ。だからショールームはね、少し私が一番好きなリノのショールームの写真を泣いてたんだ。リノが一番好きなのはこれ。何が起きた。泣いてる泣いてる。ガリガリすぎ、なんか顔。いや、だからそう、ガリガリ、だから顔がね、いい感じにね。いや、悩んでてさ、痩せてしまったんだよね、きっと。ね、うん。だからもう元気がなくなった時、もう仕事に行きたくないなとかあんじゃん。
学校に行きたくない。俺の可愛い顔見て元気を出せて思ったらさ、村上若菜ショールームで調べて画像をしたら2番目出てくるから、可愛い顔見て元気を出せ絶対に。この顔見たら今日も一日頑張ろうってなるよ。ひどい人はあ、性格がバリブス。なんでね、こやちゃん一番びっくりしたのファンの人よ。こんな顔でこんな時期あったの、動いてるよ。だってすごい、整形してないです疑われ、本当にしない。あのさ、メイクさんのさ、コレクションに加わっちゃうやつ。あ、これのテストしよう、卒業公演の時。え、卒業公演とかでさ、みんながさ、初期のブスの写真とさ、今可愛くなった顔をさ、メイクさんが整形整形って言ってコレクションしてんの。本当におもろい。これの人と提出しよう。でもあの人はさ、まださ私がブスな瞬間なんかないってまで言ってくれてるから。え、そうなん、うん、あるよじゃあでもさ、リノはさ、ゴリノが一番強くない。リノは、いや、リノ自己化それで言うとめちゃくちゃ多いよマジで多いよ、本当に多いよね。これもやばいし、私のやつはさ、自己化じゃないのが一番面白くない。そうやって喋ってる顔があれなんだよねだけどさ、あれ思うもん、ショールームも多分残る時は残るじゃん、めっちゃ多分。だからさ掘り返そりのが、うんうん、5期生のね、5期生はやっぱ集まるとそういう話、地獄しか探さんの、うん、怖い。昔はさ、ノープラにさ、ね、ノープラ5期生全員だから、古川さんのとか写真の中から写り込んでるあのおブスを探して、そうそう、あとさらちゃんの卒業発表で顎が出てるでしょなってる時卒業発表びっくりすぎて、あとあの時めっちゃびっくりしたよね、うん、私歌舞伎町の人くらいさうずくまってた。もうね、本当にね、びっくりしちゃってね、顎が出てた自分もし、なんで顎出してしまった。それな、涙を出せ、それはそう
しかもあの時最初私もリミコもめっちゃ元気でさ超喋ってたのにさ、いつの間にこれ号泣。小屋の楽屋ってこんな感じですからって。でも大体いつもよとわかなは、うん、あの楽屋のあの鏡があるところのカウンターみたいな席にいつも端っこにいるよね。そうよ大体。でもね T2 昨日の T2 はね一人ぼっちだったからねクリナのとこ行ってね、 あそこの椅子に座った。クリナとも仲良くしてあげてよ。そうよ、クリアも仲良しよ。早く3人で遊びたいね。そうよ、ご飯食べたい。たこ焼きしよ。たこぱ、たこぱありがとう。もう7時だって。終わりにしようかな。普段葵ちゃん、てっちゃん、しろみフライさんありがとうございます。吉田さんもありがとう。楽しかった。はあ、笑いました、笑いました、笑いました。でね、動画の1分5秒あたりがいい感じでしただって。絶対ブスの方がいい感じやろ。あんた分かってんねんそれ。はあ、だってやばい。あの人多分さ、イベントだよ、最初に初めてやったイベントのポップティーン。そうだから、あれみんな参加したもん、ね、でもさ、多分あの時の写真みたいなみんなブスやって。本当に私だけずっと残ってるけどさ絶対みんなブスだから、それだけは分かる。そう、こんなに顔が可愛いのにあの顔ができるのが思った、それがおもろい、ね、顔はさ、あのブスければブスいほどおもろいんだよね、見返した時に。わからんもあんな顔になるんだね。そうね、疲れてる時あんな顔してます。みんなも元気出してください。ランキング読みます。13位がドキドキドキ、12位がハシムッチ、11位が母、10位が葵ちゃん、9位がビーバー、8位がアイリーパパ、7位がナツさん、6位がキロちゃん、5位がトモキ、4位がニシプー、3位がフラン、2位がヤスさん、1位がサセボンテッちゃんでした。イエーイ、グーカワありがとう。イエーイ。だから顔隠してポーズしとこう。あんげあんげあんげ、スクショしてください。私爪も可愛くないんだけど、まだリボン姉妹です。イエーイ、ありがとうございました。体からまこちゃんの匂いがする。え、そう、マロンでね、あるよね、マロンの匂い、うん、マコの匂い、うん、かわいい。はい、すよす、バイバーイまたスクショされるよ、最悪のってすんな、マジでバイバーイ。すごいありがとう、なんかミラーボールありがとう。またね、バイバーイ。私もすっぴんの字にしようかな。今度からリハからちゃんとメイクしていこうかな。メイキングにもすっぴんで映らないでしょ。ありがとうございました。